またいつか記憶をなくすかもしれないってことですか。今昔の高校の同級生に会った。忘れたらええねん。今までずっと忘れとったんやから。病院の憩いの部屋でコンサートすることが決まりました。よかったら聞きに来てね。もう二度と今の記憶はなくしたくないなって思います。私のことかわいそうな子やって思って黙って見てたんか。今まで医者としてできる限り君のことを助けたいって思ってる。医者としてって何？友達やなかった。もういいんだ。コンサートやめようかなと思って。最近になって忘れてたことを一気に思い出したい。そうなの？思い出せてよかった。どんな過去でもそれも自分の一部やし、過去を知ることを怖がらんでええよ。たとえあなたを忘れても日曜夜10時。